ジェローム・ジョン、ジェリー・ガルシアは、アメリカ合衆国のミュージシャン。グレートフル・デッドのリードギタリストであり、1960年代のカウンターカルチャーの象徴としてよく知られる。ガルシア自身はその役割を否定したが、グレートフル・デッドのリーダー、または、スポークスマンとみなされた。グレートフル・デッドの創立者の一人として、ガルシアは30年のキャリアをバンドと共に過ごした。 彼はまた、多様な各種のサイドプロジェクトに参加し、その中には、長年の友人マール・サンダースと結成したサンダース、ガルシア・バンド、ジェリー・ガルシア・バンド、オールド・アンド・イン・ザ・ウェイ、ガルシア、グリスマン、リージョン・オブ・マリー、ニュー・ライダース・オブ・ザ・パープル・セージが含まれる。彼は、また何枚かのソロアルバムをリリースし、多くの他のミュージシャンのアルバムにセッションミュージシャンとして、 参加した。彼は、その卓越したギター演奏で知られ、ローリングストーン氏の、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第13位、2011年の改訂版では、第46位に選ばれている。後年ガルシアは、糖尿病に苦しみ、1986年には、糖尿病性昏睡で生死の淵をさまよった。 その後症状は多少改善したが、彼はこの他にも、ヘロインやコカイン中毒でも苦しみ、1995年8月、カリフォルニアの薬物リハビリ施設に入院中に、心臓発作のため死去した。ガルシアの父側の先祖は、スペイン北西部のガリシア州出身であり、母側の先祖はアイルランド及び、スウェーデン出身であった。 ガルシアは1942年8月1日、カリフォルニア州サンフランシスコで、ホセラモン、ジョー・ガルシア及びルース・マリー、ボビー・ガルシア夫妻の間に生まれる。母親もサンフランシスコ生まれであった。両親は作曲家のジェローム・カーンにちなんで彼を名付けた。ジェローム・ジョンは夫妻の2番目の子供で、兄のクリフォード・ラモン、ティフは1937年に生まれていた。 クリフォードの誕生直前に父親とそのパートナーはサンフランシスコのダウンタウンにあるビルを借りてバーに改装したがこれは届け出のない事業であったためホセはミュージシャン組合から排斥されたガルシアは幼い頃から音楽の影響を受け子供時代に多くのピアノレッスンを受けた父親はプロのミュージシャンを引退し母親はピアノの演奏を楽しんだ 父親の家族は増え、しばしば一緒に歌った。ガルシアが4歳の時、一家はサンタクルーズ山脈で休暇を過ごしていたが、ガルシアは事故で右手中指の2、3を失った。ガルシアと兄のティフは木材を切り刻んでいた。ティフが斧を持ち、ガルシアは木を押さえていた。ガルシアの手が木の近くを押さえていたため、ティフは誤って指を切り落としてしまった。 母親はすぐに彼の手をタオルで包み、父親は近くの病院まで30マイル以上を運転して行った。数週間後、事故以来自分の指を見ていなかったガルシアは、風呂で包帯を外し、そのほとんどが失われていたことに驚いた。ガルシアは後に近所の子供にそれを見せびらかし、自らのアドバンテージに利用したことを打ち明けた。ガルシアは幼いうちに、 いくつかの悲劇を経験した。指のほとんどを失ってから一年足らずで、父親が死去した。1947年、一家はカリフォルニア州北部のアーケータ近くで休暇を楽しんでいたが、父親はシックス・リバーズ国有林にあるトリニティ川で、フライフィッシングを行った。川に入って間もなく彼は、岩場で滑り、深い急流に落ちてしまった。 目撃した少年たちがすぐに助けを探し、近くにいた2人の漁師を呼んだ。父親は川から引き上げられたが、すでに溺れていた。ガルシアは後に、父親が川に落ちるのを見たと主張したが、A ロングストレンジトリップザインサイドストーリーオブザグレイトフル h ッドの作者、デニス・マクナリーは、そういった事実はなく、代わりにその話を何度も聞かされたことで記憶が、 形成されたと断言している。ガルシア、アン・アメリカン・ライフの作者ブレア・ジャクソンは、ホセの死を記述した新聞記事が現場にいたとするガルシアについて言及をしなかったことや彼を娘と誤認したことからマクナリーの主張を裏付けている。事故の後に母親は夫のバーを引き継ぎ完全な所有権を得るためにパートナーから権利を買い取った。その結果、 彼女はフルタイムで働くこととなり、生活のためにジェリーと兄を母方の祖父母、ティリーとウィリアム・クリフォードのもとに送った。祖父母と暮らした5年間で、ガルシアは地元の小学校、モンロースクールに入学、数多くの自立性を楽しんだ。学校でガルシアは3年生の先生に芸術的な才能について大いに激励された。 彼女を通してガルシアは人生において創造的な人間であることが生存可能性であることに気づいた。ガルシアによると彼が祖母に影響されてブルーグラスやカントリーミュージックに目覚めたのはこの頃だったとし祖母はグランドオールオプリを毎週聞いて楽しんでいたという。しかしながら兄のクリフォードによるとそれは事実でないと固く信じていた。 すべてを空想していた。彼女は、おぷりに行ったと思うが、ラジオでそれを聞くことはなかった。ガルシアが、最初の弦楽器であるバンジョーを弾き始めたのは、この時期であった。1953年、ガルシアの母親は、ウォリー・マツジー・ウィッツと結婚した。その後、ガルシアと兄は、母親と、新しい義父の元に戻った。しかしながら、 当時彼らが住んでいたエクセルシオール地区近隣には、無法者たちがいたとの評判で、一家は、メンローパークに転居した。メンローパークでガルシアは、人種差別と反ユダヤ主義に遭遇する。彼は、直ちに、それらに嫌悪感を抱くようになった。同年、彼は、兄からロックンロールとリズムブルースを教えられ、レイ・チャールズや、ジョンリー・フッカー、BB ・キング、 ハンクバラード、後には、チャックベリーを聴くようになった。クリフォードは、しばしば彼のお気に入りの曲のボーカルを記憶し、その後、ガルシアに、ハーモニー部分について学ばせた。ガルシアは後に、これが、初期の耳のトレーニングになり、音楽活動に貢献したと考えた。1957年中頃からガルシアはタバコを吸い始め、それはマリファナへの呼び水となった。 ガルシアは後に初めてマリファナを吸ったことを追想した。僕と友人は日本のマリファナを持ってサンフランシスコさんの麓の丘に行った。そしてそのマリファナを吸い、灰になって笑い、吠え、おかしな真似をしながら通りを降り、まさにひどい時間を過ごした。この頃、ガルシアはサンフランシスコ芸術大学で美術のプログラムに参加し、 ビジュアルアートに対する興味を急成長させた。当時の教員には、ウォリー・ヘドリックがいたが、彼は1960年代に名声を上げた。彼は、授業において、ガルシアの素描や、絵画の才能について、しばしば激励した。同じ年の6月にガルシアは、地元のメンロー・オークス・スクールを卒業した。彼は、その後、家族と共に、サンフランシスコに戻り、 新しく建てられたバーの上のアパートに暮らした。ダウンタウンにあった古いバーは高速道路の入り口が作られたため取り壊されていた。2ヶ月後、ガルシアの15歳の誕生日に母親はアコーディオンを買い与えたが、彼はひどく失望した。ガルシアは多くのブルースミュージシャン、特にチャックベリーとボディドリーに長く憧れていた。当時の彼の希望は、 エレキギターを手に入れることであった。何度かの弾丸の後、母親は地元の質屋アでアコーディオンをダンエレクトロと小型アンプに交換した。ガルシアのママ父は楽器に多少熟練しており、彼のギターを変わったオープンチューニングに合わせることを手伝った。デンマン中学校で過ごした短い期間の後、ガルシアは1958年にバルボア高校の10年生に編入した。 そこで彼は、授業をサボったり喧嘩をしたりと、しばしばトラブルを起こした。その結果、1959年に母親はガルシアを、トラブルから避けるため再び一家と共に、サンフランシスコの90マイル北にある、そのマ郡カサデロに転居した。この転居はガルシアにとって良い結果とはならなかった。最も近い学校であるアナリー高校は、セバストポリにあり、 彼は30マイルの距離をバスで通学しなければならず、それが彼をより一層不幸にした。しかしガルシアは学校でコーズというバンドに加わった。バンドはコンテストに参加して優勝し、その報酬として彼らはビル・ジャスティスのラウンチーを録音した。ヘイト・アシュベリーの街角。 グレートフルデッドは1966年秋から1968年春まで、アシュベリー710で、ハウスシェアしていた。1960年にガルシアは、母親の車を盗み、その罰として陸軍への入隊を強制された。彼は、フォートオードで、基礎訓練を受ける。訓練後、プレシディオの、フォートウィンフィールドスコットに転属された。ガルシアは、 陸軍での自分の時間の大半を自分の趣味に費やし、天候欠席し、何度となく無断欠席した。その結果1960年12月14日に軍を除退させられた。1961年1月、ガルシアは中学時代の友人、レアード・グラントに会うためイースト・パロ・アルトをドライブしていた。彼は軍のコックから1950年キャデラックセダンを 買ったが、それが壊れる前にろうじてグラントの家にたどり着いた。ガルシアは、グラントの許しを得て、数週間を彼の家で過ごし、結局彼の車を家代わりに使った。グラントを通じてガルシアは2月に、ディブ・マック・イーンに出会う。マック・イーンは、ガルシアのブルースを何曲か聞き、彼を、地元の人々や、スタンフォード大学そばの人気の下宿宿であったシャトーに、 紹介した。1961年2月20日、ガルシアは16歳のアーティストで知人のポール・スピーゲル、シャトーの管理人であるリー・アダムズ、彼らの友人であるアラン・トリストと車に乗っていた。スピードを出してパロアルト大液軍人病院を過ぎ、車はカーブに差し掛かった。車は時速90マイルの速度でガードレールに衝突、大きく横転した。ガルシアは 文字通り靴から投げられたように、車のフロントガラス越しに外に投げ出され、後にそのことを思い出すことができなかった。運転していたリー・アダムズと、後部座席に座っていた、アラントリストは、同様に車から投げ出され、腹部不傷と、脊柱骨折の重傷を負った。ガルシアは鎖骨を折りながらも安全な場所に逃げ出したが、スピーゲルは、致命傷を負って、車の中に残されていた。 ガルシアはこの事故で目覚め、後に、それは私の人生が始まったところである。それまで私はいつも能力より少なく生きていた。私は怠けて過ごしていた。それは私の残りの人生のスリングショットであった。それは二番目のチャンスのようであった。それから私は真面目になった。とコメントした。この時、 ガルシアはギターを本気で行う必要があることに気がつき始めた。これは彼の絵画に対する愛着を諦めることを意味していた。1961年4月、ガルシアは初めてロバート・ハンターと出会う。ハンターは後に深い友人となり、グレートフルデッドの作詞家としてガルシアに協力することとなる。二人はそれぞれサウスベイとサンフランシスコのアートを呼び、 ミュージックシーンで活動し、しばしばメンローパークのケプラーズ・ブックスで共に演奏した。ガルシアは、地震発のコンサートをハンターと共に行い、それぞれ5ドルを得た。ガルシアとハンターはまた、ワイルドウッド・ボーイズというバンドで、デビッド・ネルソンと共に演奏した。ネルソンは後にニューライダース・オブ・ザ・パープル・セージに参加し、いくつかのグレートフル・デッドの作品にも参加している。 1962年、ガルシアは、メンローパークのペリーレーン近郊で行われたパーティーで、後に、グレートフルデッドのベーシストとなるフィル・レッシュと出会う。レッシュは後に、自伝で、ガルシアに出会い、暗く、巻き毛で、ヤギヒゲ、印象的な目から作曲家、ドビュッシーの写真を思い出したと記している。パロアルトでの別のパーティーで、レッシュはガルシアにアプローチし、 レッシュのテープレコーダーで録音を行い、バークレーのラジオ曲カピエフェでのラジオショーをプロデュースした。古いウォレンサックのテープレコーダーで彼らは、マティグローブスと、ロングブラックベールなどの曲を録音した。彼らの努力は無駄にはならなかった。これらの録音は90分の特別番組、ザ・ロングブラックベールア Veil ー n d o t h イ r Ballards, I e v として、カピエフェで放送された。 カピエフェとグレートフルデッドの関係は今日まで続き、その中には多くの募金活動、インタビュー、ライブコンサート放送、バンドの演奏のレコーディング及び終日、またはすべての週末に放送されるデッドオンリーマラソンが含まれた。ガルシアは間もなくアコースティックギターとバンジョーの演奏を始め教え始めた。ガルシアから教わったうちの一人にボブマシューズがいたが、 後に、多くのグレートフルデッドのアルバムでエンジニアリングを、務めている。マッシューズは、メンロアサートン高校に通い、ボブウェアと、友人関係にあった。1963年の大晦日に、マッシューズはガルシアにウェアを紹介した。1962年から1964年まで、ガルシアは主に、ブルーグラス、オールドタイム、 フォークを演奏した。ガルシアと共にブルーグラスを演奏したバンドには、スリーピーホローホッグストンパーズがある。ストンパーズはガルシアが、ギター、バンジョー、ハーモニカ、ボーカル、マーシャルレスターが、バンジョー、ギター、ボーカル、ディック・アーノルドがフィドルとボーカルを担当した。その後間もなく、ガルシア、ウェア、ロン、ピッグペン、 マッカーナンと何人かの友人で、ジャグバンドのマザー・マクリリズ・アップタウン・ジャグチャンピオンを結成した。この頃、サイケデリックな LSD が人気を得ていた。ガルシアが初めて LSD を使用したのは1964年であった。後に、それが、どのように人生を変えたか尋ねられた時に、彼は次のように語った。ああ、それはすべてを変えた。 その効果は私を自由にした。なぜなら私は、私の連続した人生における小さい試みと、そうすることは、本当はフィクションで、ちょうどうまくいきそうにないと突然理解したからだ。幸運にも私は、何か、粉々になっているために、それに十分ではなかった。それは、ちょうど、私を非常に安心させる、実感のようであった。1965年。 マザー・マクリーズ・アップタウン・ジャグ・チャンピオンは、ベースのフィル・レッシュ、パーカッションのビル・クルーツマインが加入し、ワーロックスへと進化した。しかし、バンドは、同盟のグループが存在していることに気づき、名前の変更の必要に迫られた。ガルシアは、ファンクアグネルの辞書を開き、グレートフル・デッドを見つけた。グレートフル・デッドの定義は、 事前行為として、死者の埋葬を手配した人物に対して、謝意を示す死者、または天使であった。バンドの最初の反応はかんばしいものではなかった。ガルシアは後に、グループの反応を説明した。私は、本当はそれを好きではなかった。そして、本当に強力であることが判明した。ボブ・ウェアは、それが好きでなかった。ビル・クルーツマンは、それが好きではなく、 そして、誰も本当に、それについて聞かされたくなかった。名前に対するメンバーの嫌悪感にもかかわらず、それはすぐに、口コミによって広がり、間もなく彼らの公式名称になった。コンサートでのガルシア、ハートフォードシビックセンターで、1980年、レッドロックスアンフィシアターで、1987年。ドラムは、ミッキー・ハート・ガルシアは、 グレートフルデッドのキャリアを通して、リードギタリスト、メインボーカリスト、作曲家の役割を担った。ガルシアは、ダークスター、フランクリンズ・タワー、シンクのベゴニアなどの多くの曲を作曲した。ロバート・ハンターは、ガルシアの曲の大半の詩を書いた。ガルシアは、情熱的なギター・インプロビセージョンでよく知られ、それは、しばしば彼と仲間のバンドメンバーの相互作用を。 特徴とした。彼やバンドの名声は、おそらく二度と同じ方法で同じ歌を決して歌わないという能力に基づく。多くの場合、ガルシアは、リズムギタリストのボブウェアから Q を受け取り、そのことについて、そこにはいくつかの、私を本当に慌てさせるであろう、種類の考えがある。もし私が、 二つのドラムとフィル、レッシュノの,の革新的なベースでリズミカルに続くすべてのものの間に調和的なブリッジを作り出さなければならないならば、ウェアのそのような問題を解決する能力は驚異的だ。調和的に私はボブから自分のソロの球を多く取る、と語っている。ソロへのアプローチを尋ねられると、ガルシアは次のように語った。それは変わり続けている。 私はまだ基本的にメロディーを中心に回り、それらを認めて、フレーズがバラバラになった方法である。ほとんどのソロで、私はメロディーが奏でるフレーズを演奏する傾向がある。私のフレーズはより密集しているか、異なった価値を持つことができるけれども、それらは曲において同じ場所に存在する。ガルシアとバンドは1965年の結成から、 ガルシアが死去する1995年までほぼ毎年ツアーを行い、それはエンドレスツアーと呼ばれた。定期的に彼らは休養期間を取ったが、それは消耗または健康問題のためであった。グレートフルデッドは30年にわたる活動期間の中で2314回のショーを行った。ガルシアの演熟したギタープレイは彼が魅了された。 様々な音楽からの要素が混合されたものであった。そのプレイからは、ブルーグラスのエコーが聞かれた。しかし、ブルーグラスの影にある、ルーツミュージックも、その影響を持ち、ケルト音楽のヒドルジグからの旋律的なリフも、識別できる。初期のロック、同時代のブルース、カントリーウエスタン、ジャズの要素も、ガルシアの演奏スタイルから聞くことができた。ドンリッチは、 バック・オーエンズが率いた1960年代のバンドバッカ・ルースの注目されたギタリストであったが、しかし、リッチのスタイルに加えて、ガルシアのペダルスチールギターやエレキギターの演奏は、当時のバッカ・ルースのもう一人のギタリスト、トム・ブラムリーの影響を受けていた。そして、ジョン・コルトレーンは、即興のソロ演奏者として、 ガルシアに最も大きな音楽的影響を与えた一人であった。ガルシアは後に自らの演奏スタイルを酒場のロック、カントリーの系統だ。ちょうど私のものすべてがそこから来ているから。それはフレディ・キングのような50年代後半から60年代前半に起こったブルースインストゥルメンタルのようなものだ。と評した。ガルシアのスタイルは 演奏している曲と使用している楽器によって変化することができた。しかし彼の演奏はいくつかのいわゆるサインを持っていた。それらはリズミカルなトリプレットに基づくリードラインであった。グレートフルデッドに加えてガルシアは多くのサイドプロジェクトに取り組み、その中でも最も有名だったのはジェリー・ガルシアバンドであった。彼はまたオールド,ンドイン・ザ・ウェア。 その他のブルーグラスバンドのような様々なアコースティックプロジェクトに参加し、その中には有名なブルーグラスのマンドリン奏者であるデビッド・グリスマンとのコラボレーションも含まれた。ドキュメンタリー映画グレートフル・ダウグはガルシアとグリスマンの深く長期にわたる進行の様子が記録されている。その他にガルシアが参加したバンドにはブラック・マウンテン・ボーイズ、リージョン・オブ・マリー、 レコンストラクション、ジェリー・ガルシア・アコースティック・バンドがある。ガルシアはまた、目の高いジャズのアーティスト及びインプロビゼーションのファンでも、あった。彼は、ジャズのキーボード奏者、マール・サンダース、ハワード・ウェルスと長年にわたって様々なグループを呼び、ジャムセッションで共にプレイした。そして、サキソフォン奏者、オーネット・コールマンの1988年のアルバム、 バージンビューティーに参加している。ガルシアは、マール・サンダース、ムルガン・ブッカーと共にワールドミュージックのアルバム、ブルーズ・フロム・ザ・レインフォレストを録音し、このセッションから、レインフォレストバンドが発足した。ガルシアはまた、多くの時間を、仲間のミュージシャンや友人を手伝って、スタジオでのセッションで過ごし、ギターやボーカル、ペダル・スチール、時には、バンジョーやピアノを演奏し、 またプロデュースも言った。彼は幅広く変化に富んだスタイルで、50以上のスタジオアルバムで演奏した。それらは、ブルーグラス、ロック、フォーク、ブルース、カントリー、ジャズ、電子音楽、ゴスペル、ファンクと、レゲート多岐にわたった。ガルシアの助けを受けたアーティストは、ジェファーソンエアプレーンをはじめとして、多数に及んだ。ガルシアは1967年中頃のインタビューで、 同アルバムの ToDay, Plastic Fantastic Lover, 帰って遅れで、リードギターを演奏したのを改装している。その他のアーティストとしては、トム・フォガティ、デビッド・ブロムバーグ、ロバート・ハンター、ポール・ペナ、ピーター・ローアン、ウォーレン・ジボン、カントリー・ジョー・マクドナルド、ピート・シアーズ、ケン・ノー・ディーン、オーネット・コールマン、ブルース・ホーンズ・ビー、ボブ・ディラン、イッツ・ア・ Beautiful Day などが挙げられる。 1995年にガルシアは、サンジェイ、ミシュラの、ブルーインカンテーションで3曲に参加したが、これが彼の最後のスタジオセッションとなった。1970年代前半を通して、ガルシア、レッシュ、ミッキーハート及びデビッド・クロスビーは、MIT 卒の作曲家であり、生物学者であるネッド・ラジント初期の、アンビエント・ミュージックの領域のいくつかのプロジェクトに、 ついて完結的に協力した。これらはアルバムシーストーンズと未完成のダンス作品エルが含まれる。ガルシアは1969年から1971年10月までペダルスティールギターを友人のサンフランシスコのグループニューライダースオブザパープルセージに貸し出した。同グループとの関係が増大し、ガルシアはレッドの活動を中止せざるを得なくなった。 ガルシアは彼らのデビューアルバム、ニュー・ライダース・オブ・ザ・パープル・セージにそのメンバーとして、クレジットされ、1974年のライブアルバム、ホーム、ホーム、オン・ザ・ロードをプロデュースした。彼はまた、クロスビー、スティルス、ナッシュヤングのヒット曲、ティーチ・ユア・チルドレンや、ブリュワー,アーシップリーの1970年のアルバム、タルケオでもペダルスティールギターを演奏している。 ガルシア自身はペダルスティールギターの演奏に関して自分を初心者だと考えていたがプレイヤーの投票では高位置にランクしていた。ペダルスティールを演奏しなくなってから長期間経過した後、1987年夏のデッドのコンサートで彼はボブディランと共に再びペダルスティールを演奏した。1988年 ガルシアはいくつかのチャリティーコンサートに出演することに合意し、その中にはサンフランシスコのゴールデンゲートパークで行われるソビエトアメリカンピースウォークも含まれた。このコンサートは2万5000名の観客を記録した。彼は長年の友人であるピート・シアーズに出演を依頼した。シアーズはその日すべてのバンドと共にピアノを演奏し、 その上他のすべてのミュージシャンの出演を終戦した。ショーでガルシアは、ミッキー・ハート、スティーブ・パリッシュと共に演奏した。そして、その夜のグレート・フル・デッドの出番には、警官が付き添った。ガルシアはまた、ベトナム戦争の退役軍人で平和活動か、コンコード海軍基地で、エルサルバドルの軍事独裁政権に供与する武器を輸送する列車に惹かれて、 両足を失ったブライアン・ウィルソンへの基金を集めるためにニック・グレーブ・ナイツ、ピート・シアーズと共に演奏した。ガルシアは10代の頃にサンフランシスコ芸術大学で学んだが、1980年代後半に再びビジュアルアートについて関わるようになった。彼は多くのイラストレーション、リトグラフ、水彩画をオークションなどで販売した。 それらのうちのいくつかは明るい色と抽象的なパターンが特徴的な一連の男性用ネクタイの基礎となった。ガルシアの死から数年経過した後も新たなスタイルやデザインで生産され販売が続けられている。いくつかはエッチングが元となり、その他は彼の素描や絵画、デジタルアートが元となっている。 ガルシアの芸術作品は1989年から96年までバークレーのウェアギャラリーに展示されていた。この期間にロバータウェアはガルシアに新たな芸術的技法を提供し、1990年には最初の古典を公演、また彼に未使用のエッチング版を提供した。これらのエッチング版はギャラリーのスタッフによって処理、印刷され、 ガルシアに戻されサインを入れられた後、通常はデッドのショーのバックステージで配布された。ウェアギャラリーで毎年開催された彼の個展は多くの注目を浴び、ニューヨークをはじめとする他の都市での個展開催に繋がった。ガルシアはまたデジタルアートにも初期の頃から注目していた。彼の芸術的スタイルは音楽的アウトプットが変化したのと同様に、 変わり続け、彼はペンとインクスケッチのための小さなノートブックをあらゆるツアー先に携帯した。ロバータ・ウェアは現在もジェリー・ガルシアのアートワークのアーカイブを維持し続けている。ガルシアは最初の妻となるサラ・ルペンサル・ガルシアとは1963年に出会った。彼女はガルシア、ハンター、ネルソンが演奏を行ったケプラーズ・ブックストアの裏にある。 コーヒーハウスで働いていた。彼らは1963年4月23日に結婚し、娘のヘザーは12月8日に生まれた。1970年8月にガルシアの母ルースはツインピークスの近くで交通事故に遭遇した。ガルシアは当時アルバムアメリカンビューティーのレコーディング中で、彼はしばしばセッションを離れ兄のクリフォードと母のもとに、 訪れた。彼女は1970年9月28日に死去した。同じ年にガルシアは映画サキューのサウンドトラックに参加している。キャロリン・アダムズは1966年にガルシアと共にアッシュベリー710に転居した。1967年、ガルシアは皿と離婚した。キャロリンはガルシアの次女アナベル・ウォーカー・ガルシアと三女テレサ・アダムズ。 トリクシー・ガルシアを出産した。キャロリンは、ガルシアの娘を出産した。当時、正式には、メリー・プランク・スターズのジョージ・ウォーカーと結婚していた。アダムズとウォーカーは1978年に離婚し、アダムズとガルシアは1981年に結婚した。1974年、ブルース・フォー・アラーの制作中にガルシアは、デボラ・クーンズと出会った。 クーンズは後に彼の3番目の妻となり、その死を見取った。ガルシアは1974年にクーンズと家庭に入る。1978年、アダムズはカリフォルニア州を離れ、オレゴン州の作家君、キージーの近くに転居した。キージーは彼女の最初の娘、サンシャイン・キージーの父親であった。アダムズはオレゴンで9年間暮らし、その間ガルシアは、 カリフォルニアでバンドのマネージャー、ロックスカリーとノラセージと共に暮らした。セージは後にガルシアの作品の代表となった。ガルシアはアダムズと1994年に正式に離婚した。1978年秋、シカゴでガルシアは芸術家のマナシャ・マジソンとの長きにわたる信仰を開始した。1990年8月にガルシアとマナシャは サンアンセルモで結婚した。これはスピリチュアルなセレモニーで法的慣例はなかった。彼らはカリフォルニアで娘のキーリン、ノエル・ガルシアと共に家庭を共有した。1992年にガルシアは最初のアートブック、J ・ガルシア、ペインティングス、ドローイングススケッチーズを出版、マナシャに、フォー・マナシャ、ウィズ・ラブ、ジェリーのメッセージを添えて送った。 前の年の12月に出会ったガールフレンドのバーバラマイヤーとガルシアはグレートフルデッドの1993年スプリングツアー前に別れた。1994年2月14日、ガルシアはデボラクーンズとサウサリートで結婚した。ガルシア及び彼の仲間のミュージシャンは生涯の間に一握りのドラッグに従属していた。1967年10月2日、 サンフランシスコのアシュベリー通り712警察が捜査に入った。グレートフルデッドのメンバー、フィルレッシュ、ボブウェア、ロン、ピッグペン、マッカーランがマリファナ仕様の容疑で逮捕された。ガルシア自身は逮捕されなかった。翌年、ガルシアの写真はリチャード・ニクソンのキャンペーンコマーシャルで使用された。1970年1月。 ニューオーリンズからハワイに移動後バンドメンバーの大半が再び逮捕された。ショーの後ホテルに戻り、バンドは部屋にチェックインしたが、直後に警察が踏み込んだ。現場で約15名が逮捕されたが、ローディの多くとバンドメンバーの大半であった。1973年後半のツアーでバンドはコカインを使い始めた。1975年の活動を中断の間に、 ガルシアはヘロインの吸入を始めた。1977年、グレートフル・デッドムービーの制作と公開のストレスに影響され、ガルシアはヘロインとコカインにますます依存するようになった。この要因デッドの他のメンバー数名はアルコールと薬物の依存となったマイナスがバンドに好転の時を引き起こした。バンドの科学的結合は ひびが入って砕け始めた。そして、結束力は、急激に低下した。結果として、キース・ゴドショーとドナジーン・ゴドショーは1979年2月に、バンドを脱退した。しかしながら、キーボード奏者ブレント・ミドランドの加入によって、バンドは、新たな商業的コーチに達した。状況はバンドにとって好転したようであったが、ガルシアの健康は下降していった。 1983年までに舞台上でのガルシアの物腰は変わっていった。未だ大きな情熱と強さでギターを演奏しているにも、かかわらず彼が外されるのではないかと思われる時があった。そのように、ショーはしばしば矛盾していた。長期間にわたる喫煙は彼の声に影響し、体重もかなり増加していた。1984年までに彼は、 パフォーマンスの間にしばしば顎をマイクロフォンに持たせかけるようになった。いわゆるエンドレスツアーは長年の金融リスク、薬物使用等と劣ったビジネス決定の結果、被害を被ることとなった。ガルシアの10年に及ぶヘロイン中毒は1985年1月に頂点に達した。バンドの他のメンバーは干渉を抑えていたが、 バンドとドラッグのどちらを選択するか判断を迫られたガルシアはカリフォルニア州オークランドのリハビリテーションセンターに入院することに同意したその数日後オークランドでの療養プログラムが始まる前にガルシアはゴールデンゲートパークで麻薬所持のため逮捕された彼はその後薬物構成プログラムに参加した1985年を通してツアーの間彼は 薬物使用の習慣をやめるために戦い、1986年までに完全に克服した。過度の肥満、乱れた、食事習慣及び最近のドラッグ使用のためガルシアは1986年7月に糖尿病性昏睡に陥り、5日後に意識が復帰した。彼は後に無意識のこの段階についてシュールな体験だったと語った。さて、 私はいくつかの非常に不思議な経験をした。私の主要な経験は、凄まじい活動の一つと昆虫のような存在を伴った一種の未来的な宇宙船車両の相当な戦いだった。私が昆水から回復した後、私には自分自身が原型室の小さな男になってポキンと折れることができる、目打ちのついた切手の間で共に動けなくなっている、イメージがあった。 ガルシアの昏睡は彼にとって深い効果を与えた。それはギターをどのように演奏するかを再び学ぶ必要があることを強制し、それはより基本的なスキルについても同様だった。1ヶ月以内に彼は急速に回復し、その年の後半には再びジェリー・ガルシアバンドやグレートフルデッドでの演奏を始めた。この頃、ガルシアは マナシャ・マジソンという女性と頻繁に会っていた。二人は深い仲になり、マナシャは、ガルシアの四番目の娘、キーリン、ノエル・ガルシアを1987年12月20日に出産した。ジェリー、キーリン、マナシャは1993年まで家族として一緒に旅行し、家で暮らした。 ガルシアの回復後、バンドは復帰作、In the Dark を1987年にリリースし、同作はバンドにとって、ベストセラーのスタジオアルバムとなった。ガルシアの回復した健康とアルバムの成功により、バンドのエネルギーと科学的反応は1980年代後半から1990年にかけて、ピークに達した。 キーボード奏者ブレント・ミドランドは1990年7月にドラッグのオーバードーズで死去した。彼の死はガルシアに大きな影響を与え、バンドの科学的反応は決して同じではないと信じる気にさせた。秋のツアーが始まる前に、バンドは新たなキーボード奏者として、ビンス・ウェルニックとブルース・ホーンズビーを加入させた。 ホームズビーの力強い演奏はガルシアを新たな段階の音楽的高みに連れて行った。バンドが1991年を通して続いたように、ガルシアはバンドの未来に関係した。彼は5年間続いたツアーに疲れていた。彼は主にバンドが新鮮な素材で戻ることができるように休憩が必要であると考えた。しかしその考えは、 マネージメントの圧力により延期され、ツアーは続いた。ガルシアのスタミナとツアー継続への興味は減少し、彼は再び麻薬に手を出した。彼の麻薬への後戻りは短かったが、バンドの反応は迅速であった。ツアー最終のデンバーのステージ後、ガルシアは、バンドの新たな干渉に直面した。悲惨なミーティングの後に、ガルシアは、 フィルレッシュをサンラフェルの自宅に招き、ミーティングの後メサドンクリニックに通うと説明した。ガルシアは自分自身で右霊にして音楽の制作に戻りたいと語った。バンドが1992年末のツアーから戻った後にガルシアは病気になり、1986年の糖尿病性昏睡に陥った頃に後戻りした。彼は病院に行くのを拒否し、 その代わりに、ハリシのイエンウェイチュンの治療と、自宅でライセンスを持った医師の治療を受けることにした。グレートフルデッドは彼に回復する時間を与えるために、秋のツアーをキャンセルしたが、それにもかかわらず彼は続く数日間で回復した。その時ガルシアは、タバコの量を減らし、ダイエットを始めた。彼はまた菜食主義者となった。1995年の初めまでに、 ガルシアの肉体的、精神的コンディションは悪化した。彼の演奏能力は、ギターのボリュームを小さくする点で損なわれ、彼はしばしば、どんな歌を演奏しているかを思い出す必要があった。この悪化したコンディションで、彼は、苦痛を紛らわすために、再び麻薬を使用し始めた。二度目の薬物使用再発と現状を考慮して、 ガルシアは1995年7月の間に、ベティフォードセンターに自身で入院した。彼の入院は、限定的で、ほんの2週間にしか過ぎなかった。経験によって動機づけられて、彼は、その後カリフォルニア州、ラグフォレストノールズのセレニティ、ノールズトリートメントセンターに入院した。 53回目の誕生日から8日後の1995年8月9日午前4時23分、ガルシアはリハビリテーションクリニックの自室で死亡しているのが発見された。死因は心筋梗塞であった。ガルシアは長年薬物依存症、過度の肥満、睡眠時無呼吸症候群、喫煙依存、及び糖尿病に苦しめられ、体調も低下していた。 レッシュは、ガルシアの死の知らせを聞いて、私は突然無感覚になった私は、最も古く長生きした友人、私の兄弟を失った、と語った。ガルシアの葬儀は8月12日、ベルベリアのセントスティーブン聖公会協会で行われた。葬儀には、彼の家族、グレートフルデッドのメンバー、そして彼らの友人、未亡人のデボラクーンズが参列した。クーンズは、 ガルシアの前妻の葬儀への参列を禁止した。8月13日、サンフランシスコのゴールデンゲートパークのポロフィールドでメモリアルセレモニーが開催され、約2万5000名が出席した。群衆は数百の花、贈り物、絵や写真を持ち寄り、追悼のためバグパイプでのアメージンググレースの演奏を行った。ヘイトアシュベリーでは、アシュベリーハウスに嘆き悲しむファンが集まり、 近くの木に白いバラが縛り付けられたと伝えられる。1996年4月4日の朝、月食後に、ウェアとデボラ・クーンズ、サン・ジェイ・ミシュラは、インド、リシケーシュのガンジス川に、ガルシアの遺骸を散骨した。残りの遺骸は、サンフランシスコ湾に散骨された。デボラは、元妻のキャロリンには遺骸を散骨することを、許さなかった。ガルシアはその経歴において、 数多くのギターを演奏し、それはフェンダーストラトキャスターやギブソン SG からカスタムメイドのものまでを呼んでいた。ミュージシャンとしての30数年の間にガルシアは約25本のギターを使用した。1965年ガルシアがワーロックスと演奏していた時、彼はギルドスターファイアを使用した。彼はそのギターを グレートフルデッドのデビューアルバムでも使用している。1967年後半から1968年の終わりまで、ガルシアは様々な色のギブソンレスポールを使用した。1969年にはギブソン SG を取り上げ、その年の後半から1970年にかけ多くのライブで SG を使用していたが、 短期間サンバーストのストラトキャスターも使用している。ガルシアのペダルスティールへの浮気期間は1969年頃から1972年までで初期の公演ではフェンダーペダルスティールを使用していたが後に ZB カスタム D-10 へと変更した。これはダブルネックギターであったけれどもガルシアはしばしばリアまたは上スタンスイングネックのために 最後の5本のペダルロッドをつけない方を選んだ。加えて彼は、グレートフルデッドや、ニューライダーズ・オブ・ザ・パープル・セージが、最後にフィルム・アウエストで演奏した1971年4月後半には、エモンズ、D ・ディ・マイナス10も使用した。1969年、ガルシアは3度の有名な外部レコーディングで、ペダルスティールを演奏した。ジェファーソニアプレーンのアルバム、 ボランティアーズ収録のザ・ファーム、ブリュワー,アーシップリーのヒットシングル、人生の道、クロスビー、スティルス、ナッシュヤングのアルバム、デジャブ収録の Teach You a レン Children においてである。ガルシアはデジャブのレコーディングでペダルスティールを演奏する代わりにハーモニーを学び、それはグレートフルデッドのアルバム、ワーキングマンズデッドに活かされた。1971年。 ガルシアはサンバーストレスポールを使用し始めた。その年の3月、彼は1本のギターを受け取ったがそれについては今日、ほとんど知られていない。それは初期のアレンビックプロジェクトか、またはピーナッツとして参照される。5月にはグラハム・ナッシュからもらった1957年製ストラトキャスターを使用し始めるが、彼はその年の秋までピックガードに、 アリゲーターのステッカーを貼らなかった。夏を通してガルシアは、ダブルカッタウェイのレスポール TVJr. を使用した。これについては、以下のサイトで写真を見ることができる。h t t p d o z i n c o m j e r s g u i t a r h i s t o r y h t m 1 9 7 2年には、アリゲーターと名付けられた、フェンダーストラトキャスターを使用するが、 その名の由来は、ピックガードに貼られたアリゲーターのステッカーであった。これは、グラハム・ナッシュにもらったものであった。アリゲーターを使用したのは、最初に使用したカスタムメイドのギターであるダグ・アーウィン作のアレンビックがダメージを受けたためであった。このギターは、テールピースの下に貼られたステッカーから、ウルフと名付けられ、制作には1500ドルかかったが、これは、 当時極めて高価なギターであった。ウルフは黒炭製のフィンガーボードとヘッドにはキメのような多くの装飾が施されフレットのドットはスターリングシルバーで作られた。ボディは芯材にバイオレットウッドが使用されウェスタンメープルによって構成された。ガルシアは後に元アレンビックの社員であったタグ・ワーウィンに内部の電気回路を交換させたがその際に ヘッドのアレンビックのロゴに沿って自震独自のロゴを追加させた。システムはピックアップを構成するための2枚の交換可能なプレートを含んだ。一方は厳密にシングルコイルのために作られ、もう一方はハムバッカーが収められた。修正された楽器を受け取った後に間もなく、ガルシアはためらわないでというアドバイスとともにもう一本の カスタムギターの制作をアーウィンに依頼した。グレートフルデッドのヨーロッパツアーの間に、ウルフは何度か使用されなかった。ある時、ヘッドに小さなひびが入り、ガルシアは修理のためそれをアーウィンに送った。ウルフが修理中の2年間、ガルシアはトラビス・ビーンのギターを主に演奏した。1977年9月28日、アーウィンは修理の完了したウルフを ガルシアの元に届けた。ウルフの名の元となったステッカーが再び貼り付けられた。それはバイパスできるピックアップとコントローラーで生じるループエフェクトを特徴とした。アーウィンはまたヘッドの表面には彼のロゴのみを貼り付けた。グレートフル・デッドムービーではガルシアはウルフを演奏し、ウルフの鮮明な映像が記録されている。最初に ギターの制作を依頼してから約7年後の1979年にガルシアは3本目のカスタムギターをアーウィンから受け取った。ガルシアがそれを初めて使用したのは1979年8月4日オークランドオーディトリアムアリーナであった。そのギターはプリアンプカバーのはめ込み細工からタイガーと名付けられた。タイガーのボディは質感が豊かで表面には ここぼろが使用され、その下の層にはメープルストライプ、バーミリオン、フレームメープルが順に使用された。ネックはウェスタンメープルが使用され、黒炭製のフィンガーボードが取り付けられた。ピックアップはシングルコイルのディマジオ SDS-1 と2つのハムバッカー、ディマジオスーパー2が使用され、それらはガルシアの好みに応じて容易に取り外し可能であり、 彼は1年か2年ごとに交換した。電気回路はガルシアが、トーンコントローラーとボリュームコントローラーで音とエフェクトをコントロールできる、バイパスループエフェクトと、ギター背部のプレートの裏に収められた、プリアンプ、バッファから構成された。タイガーの重量はすべてを含んで13ポンドとなった。これは続く11年間にわたって、ガルシアの主要なギターとなった。 彼はそのほとんどでタイガーを演奏した。1980年代後半、ガルシア、ウェア、CSN をはじめとする多くのアーティストは、アルバレツ・ヤイリのアコースティックギターを支持した。ガルシアがモデュラスグラファイトネックの DY99、ビルトゥオーソカスタムを演奏している多くの写真が出回っている。彼は装飾の少ないモデルを演奏すると決めたが、アルバレツ・ヤイリのカタログでは、 ツリーオブライフモデルを持っている写真が使用されている。このハンドメイドギターは、日本の原楽器製作者である、ヤイリカズオと、サンラフェルのモデュラスグラファイトのコラボレーションによるもので、ある。ガルシアの詩によって、他のギター同様に、DY99 モデルは、伝説となり、コレクターの間で貴重なものとして扱われる。1990年に、アーウィンは、 ガルシアの4番目のカスタムギター、ローズバッドを完成させた。それは、前のギター、タイガーと多くの点で同様であったが、はめ込み細工と、電気回路、トーンおよびボリュームコントローラー、そして重量が異なっていた。ローズバッドは、タイガーと異なり、3つのハムバッカーが取り付けられた。ネックとブリッジのピックアップは、トーンコントロールを共有した一方、 ミドルはそれ自身のトーンコントロールを持っていた。ギターの先には、ローランド GK にピックアップがあり、コントローラーはギターの中に配置された。GK には、ラックマウントシンセサイザーのローランドグレーン -50 と接合して使用された。グレートフルデッドのレコーディングで、ネットなしで聞こえるように、グレーン -50 シンセサイザーは、 この頃のライブでミディエフェクトを生成するコルグ M1R シンセサイザーを順番に駆動した。ギター部分は重量を11ポンドまで下げるためにくり抜かれた。はめ込み細工はブリッジの直下のプレートをカバーする。機器の最終コストは1万1000ドルとなった。1993年、現楽器制作者のスティーブン・クライプはガルシアのために楽器を制作しようと試みた。 写真や映画を見て、タイガーを研究した後、クライプはすぐに再びそのはめ込み細工にちなんで、ライトニングボルトとして知られるようになるギターの製作に着手した。そのギターは、フィンガーボードに、ブラジル産のローズウッドを使用し、本体は東、インド産のローズウッドが使用された。これは、クライプによる皮肉で、19世紀のアヘン級飲者が、 使用していたベッドと同じ材質であった。全くの推測から作り上げられたライトニングボルトであったが、ガルシアのお気に入りとなり、彼はそれだけを使用するようになった。間もなく、ガルシアはクライプに対してバックアップのギターを制作するよう頼んだ。クライプはオリジナルの寸法を図らず、写真も撮らなかったが、単に即興でやれと言われた。クライプは後に、 バックアップのギターを制作して届けたが、これはトップハットとして知られるようになった。ガルシアは彼からそれを6500ドルで購入したが、それはクライプが制作して販売した初めてのギターであった。しかしながら、ガルシアはライトニングボルトに夢中で滅多にバックアップを使用しなかった。ガルシアの死後に彼のウルフとタイガーの所有権が問題になった。 ガルシアの意思によると、作者のダグ・アーウィンに行くべきだったとする。残された、グレートフルデッドのメンバーはこれに反対し、それらの所有権はバンドにあると考え、2件の訴訟が起こされた。裁判は2001年にアーウィンが勝訴した。アーウィンは1988年に、引き逃げ事故に遭い、ほとんど無一文の状態であった。彼は再び、 ギターワークショップを開くことを願い、そのギターを競売に出すこととした。2002年5月8日に、ウルフとタイガーは、他の記念品とともに、ニューヨークのスタジオ54でのオークションに出品された。タイガーは95万7500ドルで落札され、一方ウルフは78万9500ドルで落札された。日本は、合計174万ドルで購入され、 楽器のオークション落札価格として新記録を達成した。ウルフは現在、ニューヨーク州ユーティカの個人宅に空調完備で保管されており、タイガーはインディアナポリスコルツのオーナー、ジムアーセーの詩的なコレクションとなっている。ガルシアは1977年の映画、未知との遭遇のインドで群衆が現れる場面にエキストラとして出演した。その翌年から、 グレートフルデッドはコンサートにおいて、未知との遭遇のテーマ曲を即興で演奏するようになった。1987年、アイスクリームメーカーのベンジェリーズは、サクランボとファッジのフレークをトッピングした、チェリーアイスクリームをガルシアにちなんで、チェリーガルシアと名付けて販売した。ガルシアは1994年に、グレートフルデッドのメンバーとして、ロックの殿堂入りした。 ガルシアはイベントに参加しなかった。有名なギタープレイヤーでありガルシアのファンとしても知られるウォーレン・ヘインズはガルシアを記念してパッチワークキルトを作曲した。グラミー賞を獲得したレゲエアーティストのバーニングスピアは1997年プレイジェリーをリリースしてガルシアに敬意を払った。シットコムロザンヌのシーズン8ハロウィーン最終章は ガルシアの死から間もない1995年10月31日に放送されたが彼に追悼の意を示し登場キャラクターの赤ん坊にジェリー・ガルシア・コナーと名付けたローリング・ストーン氏は2003年にローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストでジェリー・ガルシアを13位に選出した2005年に D12 のラッパープルーフはアルバム Searching for ジェリー・ガルシアをリリースした。アルバムがリリースされたのは、ガルシアの10年目の命日であった。1996年のコメディ映画、アメリカの災難では、主人公二人に生まれた赤ん坊が、ジェリー・ガルシアにちなんでガルシアと名付けられた。ウィーンは、アルバム、12ゴールデンカントリー・グレーツのセッションで、ソロング・ジェリーという曲を録音したが、 それはアルバムには収録されず、結局シングル、ピスアップ、エイロープに収録された。サンフランシスコベエリア出身で友人のギタリスト、ヘンリー・カイザーによると、ガルシアは歴史上最も録音されたギタリストである。2200回以上のグレートフルデッドのコンサートと、1000回以上のジェリー・ガルシアバンドのコンサートがテープに記録された。同様に数多くのスタジオセッションも、 一万五千時間以上の彼のギタープレイが存在している。とされる。2004年7月30日、メルビン・シールズはグレートフル・ガルシア・ギャザリングと名付けられた野外音楽フェスティバルのヘッドライナーにジェリー・ガルシアバンドのメンバーとして初めて出演した。2007年にはドラマーのデビッド・ケンパーも参加した。その他のガルシアの友人とミュージシャンはドナジーン・ゴドショー。 ムーキー・ジーゲル、ピート・シアーズ、ジー・スミス、チャック・ハマー、バリース・スレス、ジャッキー・グリーン、ブライアン・レッシュ、サンジェ・ミシュラ、マーク・カランラが参加した。2005年7月21日、サンフランシスコレクリエーション、公演委員会は、マクラーレン公演の円形劇場を、ジェリー・ガルシア・アンフィシアターと命名することを決議した。劇場はガルシアが育ったエクセルシオール地区に位置する。 ジェリー・ガルシア・アンフィシアターでの最初のショーは2005年のジェリーデーである2005年8月7日に行われた。ジェリーの兄、ティフ・ガルシアは劇場に最初に招かれた最初の人物となった。ジェリーデーはガルシアが幼い頃に例年行われていた記念日である。剣示式典は第2ジェリーデーの2005年10月29日に市長ギャビン・ニューサムの司会で行われた。 2005年9月24日、カムズ、A タイム、A セレブレーションオブザ・ミュージック・スピリット・オブ・ジェリー・ガルシア・トリビュート・コンサートが、バークレーのハースト・グリーク・シアターで行われた。コンサートには、ボブ・ウェア、ビルク・クルーツマン、ミッキー・ハート、ブルース・ホーンズ・ビー、トレイ・アナスタシオ、ウォーレン・ヘインズ、ジミー・ヘリング、マイケル・カン、ジェーレーン、ジェフ・キメンティ、マーク・カラン、ロビン・シルベスター、 ケニー・ブルックス、メルビン・シールズ、マール・サンダース、マーティ・ホランド、スティュー・アレン、グロリア・ジョーンズ、ジャッキー・ラ・ブランチらが参加した。また、2008年には、ジョージアを拠点とする作曲家のリー・ジョンソンが、オーケストラの演奏による、グレートフル・デッドのトリビュート曲をリリースした。曲は、ロシア国立管弦楽団と共に録音され、デッド・シンフォーニー。 リー・ジョンソン・シンフォニーナンバー6と名付けられた。ジョンソンは2008年7月26日に放送された NPR のウィークエンドエディションでインタビューを受け、ガルシアの作詞作曲の才能と作品を称賛した。ジョンソンが指揮するボルティモア公共楽団による講演は8月1日に行われた。2010年、カリフォルニアのサンタバーバラボールは歩道に沿って、 ジェリー・ガルシア・グレンをオープンさせた。そこには、ガルシアの右手の彫像がある。シアトルのロックバンド、サウンド・ガーデンは、インストルメンタル曲、ジェリー・ガルシア・ズ・フィンガーを作曲した。同曲は、シングル、プリティ・ヌースの B 面としてリリースされた。アルゼンチンのバンド、マッサカーは、アルバム、フーゲテス・パラ・オルビダールに、エージェリー・ガルシアという曲を収録した。 アメリカ合衆国とイギリスのアクスブリッジでは、毎年ジェリー・ガルシアを記念して、数多くのミュージックフェスティバルを開催している。ノー・エフェクスのアルバム、ヘビ・ペッティング・ズーに収録された曲の一つは、ガルシアの死について言及しているが、その日付は間違っている。2013年、ジェリー・ガルシアの家族とのパートナーシップにおいて、ウエスト・チェスター軍ポート、 チェスターのキャピトルシアターはそのロビーバーを数あるロック公演地の中からポートチェスターを好きな開催地として取り上げたグレートフルデッドのギタリストでありボーカリストであるジェリー・ガルシアにちなんで命名したヘイトアシュベリーの歴史的コーナーでマダム・タッソーはジェリー・ガルシアの老人形を彼の娘キーリン、妻マナシャと共に初公開する前の伝説が彼が その大部分を担った都市の揺れ動いた文化の象徴であり続けると、一家は感情とプライドによって満たされた。今や彼の遺産は、サンフランシスコのマダムタス総館にある公式な、老人形に行きながらえ、ベエリアの訪問客はジェリーを見る機会を持つであろう。彼らは、ボルテールや、ベンジャミン・フランクリンの時代から、そのようにしており、そして、ここに、 ジェリーが含まれることは信じられない光栄だ。と、マナシャ・ガルシアは語った。2015年5月14日、トリビュートイベント、ディア・ジェリーが、コロンビアのメリウェザー・ポスト・パビリオンで開催された。2015年、ジェリー・ガルシアの元妻、マナシャ・ガルシア及び娘のキーリン・ガルシアは、ジェリー・ガルシア財団を設立した。同財団は非営利で、芸術的。 環境的及び人道的事業をサポートする。ありがとうございます。